フェルディナント・バイエルはドイツの作曲家、ピアニスト。1850年頃に表したピアノ奏法入門書、いわゆるバイエルピアノ教本はピアノを学ぶ者に最適な入門書として日本で長く親しまれている。なお、フェルディナント・バイエルは舞台ドイツ語の発音をもとにした表記で、現在のドイツ語ではフェアディナント・バイアーのように発音される。クベアフルトの出身。 青年については、1803年説や1805年説など、諸説あり、長らく1803年説が有力とされてきたが、奈良教育大学の安田博教授による、当時の戸籍や、洗礼記録による調査により、少年が1806年であることが確認されている。父は、下手屋の親方で、母は、近郊の中輪元州、ゲレダ出身のオルガニスト。 母方の祖父も地区の教会付きのカントルでオルガニストであった。12歳でライプツヒの神学校に送られ、生殖教育を受けるが、ここでコーラスとオルガン、またピアノの訓練を積む。16歳の時点で父親が死去したことを機に音楽を本格的に専攻する。20代の時期は作曲家を目指し、また各地でピアノの演奏を旅行するなどしたが挫折した。 28歳で結婚し、マインツに移住した。ピアノの教師として、生計を立て、またショット社、ショットミュージック、1770年設立。英語版、読語版の専属作家となり、大衆向けの楽譜、また自身の商品を多量に書いた。19世紀当時の、軽音楽作曲家、編曲家であり、ピアノ教、のりもと以外では、 幻想曲、ディベルティメントなども作曲したほか、日本の船乗りの歌など60曲以上の愛国歌などをピアノ曲に編曲した。愛国歌の目録は当時の雑誌、ホーフマイスターに記載されているものの、1982年現在、楽譜のほとんどが残っていないとも言われている。これらの作曲活動は、経済的な成功を収め、バイエルの死後も、 愛国家シリーズが発売されるなど、バイエルの名前は、いわば当時のトレードマークとなっていた。それにもかかわらず、当時権威となっていた音楽百科事典の執筆者などからの評価は、総じて低く、音楽の専門家からは全く評価されなかった。これには、ロマン主義的な流れを組む当時の権威が、当時没興しつつあった大衆音楽に、 全く理解を示さなかったという背景事情がある。マインツでボッス、マンハイムという説もある。墓所はマインツ中央墓地にあったが、第二次大戦末期の空襲で破壊されてや土地のみが確認できる。バイエル教則本は1851年頃、詳しくは1850年8月30日に、ショット社が発行したものが初版であると推定されている。子供など、 主に初めてピアノを練習する者を対象としている。全106曲といくつかの予備練習で構成されており、題名などはない。先生と生徒で演奏する連弾曲も含まれている。平洋曲集、副教材として、付録、大好きな旋律による100の気晴らし曲集が存在するが、教会で見られることは稀である。ドイツや西欧各地の民謡集、またオペラの有名な旋律からなる。 バイエル教のリモトは日本での決定的な地位を保ち続けてきたほか、韓国でも盛んに使用されている。ドイツ語、フランス語、英語、イタリア語、スペイン語、チェコ語など、様々な言語でも出版されている。問題として、右手がメロディー左手が伴奏というパターンが多いこと、調整に限りがあること、双方に偏りがあること、曲数が多く、 また曲七子の番号の連続で、モチベーションが損なわれやすいことなどが指摘されている。米国では、バイエルはごく少数派に過ぎず、トンプソンや、ジーン・バスティン、バーナムの初級教本が多く使われている。欧州では、ドビュッシー、ショパン、バルトーク、カバレフスキーなどの初級小曲集を使用することが多く、バイエルの使用は限定的である。日本でも、バイエル以外に、 欧米流の教本やピアノドリームなどの教本を採用しているピアノ教師も多い。バイエル教のリー元は保育士試験、小学校の教員採用試験受験科目の実技試験に指定されることがある。バイエル教則本は1881年にアメリカ人ルーサー・ホワイティング・メイソンによって日本に紹介された。その背景として、 アメリカニューイングランド音楽院のピアノ教授スタッフの一人、ステファン・アルベルト・エメリーがメイソンをバックアップしており、当時のニューイングランド音楽院ピアノ教育課程でも、標準的な作曲家のものから取った中に、バイエル教則本の一部が含まれていたことが分かっている。今日日本で標準的に手に入る、子供のバイエル等、各種のバイエル教則本の類は常述のエメリーのほか、 また、その田清秀、一宮美智子、田中澄、坂田富春らの編集、拡張が加えられたものである。これらは、高度経済成長期の一般家庭へのピアノの爆発的普及を背景に、日本独自のバイエル文化とも言えるものを築き上げることとなった。子供のバイエルの赤バイエルと紅バイエルという分け方も独自のものである。安田博は、これらの事情から、 日本に最も影響を与えた音楽家はバッハやモーツァルトよりもむしろバイエルであるとしている。またその教則本の本来の意図は1番と2番で現れる主題に対する変奏曲を中心としたものであり、常実の母方のドイツプロテスタント音楽の伝統にのっとり、コラールをはじめとする三美歌の伴奏を行えるようにするための訓練ではなかったかとしている。 この記事は以下のカテゴリでも参照できます。バイエルピアの教則本に関するカテゴリ。ありがとうございます。